600型は、かつて、アメリカ合衆国のロサンゼルスに存在した、インターアーバンのパシフィック電鉄に在籍していた、電車の位置形式。ロサンゼルスをはじめとした、都市内の短距離輸送向けに製造され、ハリウッドカーという愛称で呼ばれていた。後年に形式名が変更されたことも踏まえ、この項目では、愛称のハリウッドカーを用いる。パシフィック電鉄はかつて、 ロサンゼルスとその周辺都市に大規模な路線網を有していた鉄道事業者でロサンゼルスを含む各都市を結ぶ長距離列車に加えて都市内を走る路面電車の運行も行っていた。ハリウッドカーはこれらの系統を向けに1922年から製造が開始された車両である。車体は床材を除き全構成で屋根には通風装置や 終電用のポールが設置されており、側面中央部に両開き、右側に肩開きの乗降扉が設置されていた。車両重量は28トンと重かったが、短距離での高頻度運転を前提とした設計のため製造当初は、出力が低めの手電動機が搭載されており、最高速度も時速 45km ほどに抑えられていた。その一方で、 加速度は高めに設定され、自動連結器を用いた増結運用も可能であった。これらの設計は、パシフィック電鉄の職員によるアメリカ各地の新型電車に関する視察や調査の成果に基づいたものである。1922年に登場して以降、ハリウッドカーは4時にわたって製造が行われ、うち1924年製の二次車以降は、通風装置や、 座席の布張りなどわずかな変更点が生じたほか、1925年製の三次車は他車とは異なり、ブリルが製造を手掛けた。1930年に最終造備車となった四次車が導入され、合計160両が使用されることとなった。これらの電車はハリウッド大通りを通る路面電車系統を中心に導入されたことで、ハリウッドカーと呼ばれるようになり、 残存していた木造電車をすべて置き換えた。車両番号及び製造企業は以下の通りである。その後、1939年に自治体や公営機関からの要望に基づき、ハリウッドカーは主電動機の変更、座席の交換などの更新工事が実施され、最高速度が7 2 5トルに向上したことで、郊外系統への投入が可能となった。 また、導入当初の塗装は濃い赤色1色塗りであったが、更新時に明るい赤色を基調としたものに変更され、前面にはオレンジ色の模様が描かれた。第二次世界大戦後の1949年から、大半の車両にワンマン運転への対応工事が施され、完了後の1950年には、車両番号が従来の600番台から5050 50番台へと変更された。 だが、同年代以降ハリウッドカーは、パシフィック電鉄の路線縮小に伴い運用の離脱が始まり、余剰となった車両の一部は後日の通り各地の鉄道路線への譲渡が実施された。残存した車両は1953年に、電鉄の旅客列車運営権がメトロポリタンコーチラインズに移管された後も運行を続け、末期には、 ワッツ地区に残存する系統で運行していたが、メトロポリタンコーチラインズが、ロサンゼルス軍都市県交通局に吸収合併された1958年に、同系統の旅客営業が廃止されたことで、ハリウッドカーは全車営業運転を終了した。最後に残された16両については引退直前に、車両番号が1800番台に変更された。廃車後は、 多くの車両が解体されたが、最後まで使用されていた5両をはじめ一部車両は、アメリカ各地の博物館で保存されている。1950年代以降、使用路線の廃止に伴い余剰となった、ハリウッドカーは、アメリカ国内外の鉄道路線への譲渡が実施された。8両については、1953年に、オレゴン州ポートランドにインターアーバンの路線網を有していた、 ポートランドトラクションカンパニーへと譲渡された。同鉄道では車両番号が変更されたほか、中央扉が閉鎖され乗降は車体右側面の扉で行われた。1958年にインターアーバン路線が廃止されるまで使用されたが、そのうち4022については様々な所有者を経て1992年以降はシーショアー路面電車博物館で保存されている。 28両については、アルゼンチンの首都、ブエノスアイレス近郊に電化路線を有するウルキサ1000へと譲渡され、1952年から営業運転に投入された。主に2から4両編成を組んで使用されたが、ラッシュ時をはじめとした乗客の流動性を向上させるため後年に全面に貫通扉が設置され、運転台も全面右側に移設されたほか、 車両番号についても導入当社は1700番台であったが途中で3700番台へと変更された。また導入当初はパシフィック電鉄時代と同様にポールを用いた河川終電により運行していたが使用路線の第三基上方式への移行が進んだことにより1955年より同方式に対応した集電装置が台車に搭載され始め 最終的にポールは撤去された。ただし1964年に事業用車両に改造された2両については車庫などに残存した河川の修理のためポールが残地されている。日本製の電車の導入に伴い1974年までに営業用車両は廃車されたが事業用車両のうち百五十八については九百九十年代まで河川や線路の検査 修理用車両として在籍し、ウルキサ線のターミナルフェデリコ・ラクロセ駅の架空線の張られた留置線に常駐していた。3758は引退後、ウルキサ線のコロネル・リンチ駅の近くにあるフェロクルブ・リンチに保存された。このフェロクルブ・リンチは、アルゼンチン国内各地において、鉄道車両などの保存を行う、鉄道趣味の団体組織であるフェロクルブ・アルヘンティーノの 一支部で全面の貫通扉の設置や運転台の移設などを担当した工場の敷地に所在しており2019年現在3758はそこで修理の時を待っている。レッドカートロリーディズニーカリフォルニアアドベンチャーのアトラクションであるレッドカートロリーで使用されている2両の車両はハリウッドカーをもとにデザインが行われている。 両者もにハリウッドカーにも存在した車両番号だが、前者はウォルト・ディズニーがカリフォルニアを訪れた年、後者はディズニーパークが開業した日付に基づいたものであり、実際の車両との関係はない。ありがとうございます。